で、かつてデモの経験のある人たちが喜んでまた出てきました。で、しかもその世代70年、私、学園紛争って言葉は決して使いません。学園闘争でした。そうですよね。でも負けちゃった。で、あの時対決したのは先生と呼ばれる人たちでした。教師が学生の対立の相手でした。で、その教師とそれと学生とが同じ目標に向かって同じ戦線で共闘できるなんて、そんなこと想像もしなかった。そんな光景が私の人生にもう一度起きるなんて夢にも思わなかった。で、私、国会前のスピーチで思わず来ててよかったって口走っちゃったんです。でも、緊急事態時報としての必要だとおっしゃる方々は、この日銀の中に、例えば総選挙施行できないかもしれないではないかと、日銀のうちに新しい国会召集できないかもしれないではないかということをおっしゃるんですね。ですから、緊急の措置を取り入れるために、憲法を何か、変えておく必要があるのではないかということをおっしゃるんですが、こういうことをおっしゃる方々は、なぜその憲法の条文の中にこういった日限を決めるような条項が入っているのか、そもそもの趣旨が多分分かっておられない。そもそもなぜこういう日限を限った条項が入っているかというと、これは典型的にはワイマール共和国で起こったことですが、解散権の乱用ということがあります。解散というのは、大体その与党、政府与党が自分たちにとって都合がいいような、選挙結果が起こるだろうということを期待をして解散するということが、普通なんですね。で、大人と子供の最大の違いは、人のために泣けるかどうかというところにあると思います。で、この民主主義の大人の感性と最も遠いところにいるのが、ジーマホノミクスの親分でありますが、限りなく彼と同じポジションに今いるのが、アメリカにおいてはドナルド・トランプ氏であるということが言えると思いますね。ドナルド・トランプとジーマホノミクスの大将に共通する特徴は何かといえば、それはすなわち幼児的凶暴性であるということが言えると思います。こういう言い方をするのはちょっと幼児に失礼でございますけれども、しかし、やっぱりこの僕ちゃん、チーマホの人の大将は強い日本を取り戻すと言っていた。ドナルド・トランプはアメリカを再び、偉大にすると言っている。この2つのメッセージは全く同じことを言っていると言ってよろしいと思います。僕ちゃんが一番になるんだもんっていう、この感じでございます。これは本当に幼児はやはりなかなかその腹が立ったりとか、そういうのを抑えることができない。だから、やっぱり幼児的凶暴性と言わざるを得ないなというふうに今思いますが、それに対して我々は大人の感性を持って対抗していかなければいけないということであります。で、今回の災害で、これまでにも何人かの方が言われたように、非常に気になりますのは、九州の稼働中の原発である、仙台、とかですね、その他の、言い方も近くですけれども、公式見解としては異常がないということが言われておりますけれども、その他の運転再開を目論んでいる原子力発電所の関係、電力会社や自治体というものは、その活断層かどうかということはともかくとして、断層の真上にあるとかですね、すぐ近くにあるような施設も大丈夫だと言ってるんですが、こんなことはありえるんでしょうか。これは誰が責任を持ってそんなことを言えるかという、つまり今回その断層が動いたことによる被害の拡大というものを目前にしてもですね、そのような活動を、
断層の活動と原子力発電設備は関係がないんだ、安全性に関係がないんだということを言い張るということはですね、やはり非常に問題が大きいというふうに思います。自分が自分でありながらどうやって政治とかに関わっていくか、佐山先生も言ってましたけど、私が私であるんだけど、私は一人では生きられないんです、この社会には。で、社会を作っていくってことは大勢なんだけれど、大勢の中にやっぱ私ってものがいる。で、それをなくしてしまったら、個人がない大勢って怖いですよね。個人がいない国家っていうのは怖いんだって話をずっとしてたんだと思います。で、逆に言うと俺だけよりはいいじゃんっていう人が増えていくと、それもまた怖い。もう俺別に怖くないから、別に俺は俺はもう俺が儲かったらいいからっていうところで国とか運営してほしくないんですね。そういうことで、こうやって民主主義って何だっていうことを、ずっと考えてるんですけど、やっぱりどうやったら私たちは一緒に生きていけるんだろう、私のままでっていうことが、民主主義の問いなんだと思うんです。で、やばい、長くなりそうだ。簡単に言うと、僕らシリーズがデモをやるときの一番初めの壁はそれでした。